nonukes312@gmail.com。 はい。健太郎。健太郎です。栃木に行きます。これから足摺りを固めてから栃木におります。はい、4月は韓国に。まあ、拠点としては今度は四国。そうです。はい。今足摺り見させた徳島空港の前かどっちか悩んでおります。はい、ありがとうございます。FM よろしく京都、こういう感じでやっておりますよ。で今大阪の方にもですね、1階が銭湯で、そこで乳酸菌風呂をやろうかという話もちょっとございます。健吾、FM よろしく京都、金沢もありますけど、今八区の方も進んでて、大阪、まあ、松山の方もかなり順調に動いてます。まあ、国に関してですね、やっぱり文句言うのも一つですけど、こっちの方が楽しいよっていう情報を出して、東京の方を中心で考えるのではなくて、私たち独自で、西の日本の方をですね、楽しい感じでやっていこうと思います。どうもありがとうございます。そして大阪のエース、大阪のエース健吾です。どうも健吾です。待ってください、あの、あれは言っていいんですか、あのこっちはあんま言わなくていいですか。乳酸菌をお願いします。あ、乳酸菌、そうですね、まあ今使われてない銭湯を、まあ乳酸菌の風呂で放射能にやられた人たちを受け入れて菌で除去しようという革命的な風呂を作ろうと思います。そこで、まあ、服を作ってるアーティストだったり、楽器を手作りで作ってる人たちのものも集めて、こうアーティストのこうものが売ったりとか、うまく回転できるようなスペースを作れたと思って、これから動いていこうと思います。そうですね、まあ、風呂、まあ、泊まりに来て、まあ、その間何日かこう来て健康になって帰ってもらうっていう、そういう場所が必要だなと今思ってて、これから頑張ろうと思います。何日前に東京は出た？東京出たのが2週間ぐらい前で、まあいろいろ人とのつながりというか、こう出会いがいっぱいあったんで、その流れによっていろんな人と出会って、今こう国に頼らなくても大丈夫なようなこのサイクルを作ろうと、いっぱいみんなつながって、もう国なんてなくてもいいじゃないかと、僕らだけで頑張ろうと。そうですね、そういう方法で頑張りましょうとということで、よろしくです。頑張りますぜ。頑張ります。ということで、ではありがとうございました。